元荒川は埼玉県を流れる利根川水系で中川支流の一級河川である。小荒川とも呼ばれる。その名の通り、かつては荒川の本流であった。埼玉県熊谷市区下にある熊谷市武蔵富井を保護センター内に源を発する。むね南南東方向に流れ、行田市、河野市、久喜市、桶川市、蓮田市、白岡市、 埼玉市岩月区を経由し、越谷市中島で中川に合流する。途中、河野市袋付近で武蔵水路と白岡市芝山、蓮田市高虫付近で見沼大洋水と立体交差する。かつての元荒川は1955年頃までは荒川線上地の湧水を水源としていたが、高度経済成長期に水源が枯渇したため、 現在の源流はポンプで汲み上げられた地下水であり、1日7000トンの地下水が汲み上げられている。かつては荒川の本流であったが、1629年に伊那中寺により熊谷宿下で荒川が締め切られ、和田吉野川、市の川を経由し、入間川に付け替えられたため、本流からは切り離された。また、かつてはかなり蛇行した流路であったが、 同時期に流路を整備されている。武蔵富与生息地武蔵富与の生息が確認されている世界唯一の河川であり、武蔵富与生息域が1991年3月15日に埼玉県指定天然記念物に選定され、2008年には環境省から平成の名水百選に選定された。また、元荒川の流域には北未曹の生育が 変わら曽根ため付近を中心に見られる。元荒川は、洋排水圏用の農業用水路でもある。上流から順に江の木戸関、水木関、安陽寺関、末田賀関と4期の取水関が設けられている。昭和初期までは、これらの他にも、笠原関と香山関があり、合計6期の取水関が存在したが、笠原関と香山関は、 宮所の関へ統合される形で廃止された。宮所の関も老朽化のため2011年までに、すぐ上流側の安陽寺関に更新される形で、廃止された。他にも越谷市に、河原曽根ためいを呼び河原曽根関があり、元々は元荒川に設けられた河川施設であったが、1965年頃の治水事業により一部を規模を縮小した上で、世割リが設けられて、 元荒川から分離された。元荒川の添い木には、染井吉野の桜並木があり桜の名所が多い。北越谷元荒川堤の桜並木は、比較的広く知られているが、この他にも、流域の各地域にそれぞれ桜の名所がある。桜の時期に、桜祭りが開催され、夜間は、蝶ょちんが灯され、夜桜を鑑賞できる。 最上流域の清流上流から岩月橋台、野島地区、大野東水環境付近、元荒川橋付近、元荒川と中川の合流点。ありがとうございます。